何日ですか、吉永くん。3月3 4日4日愛知遠征来ました。今年のみんなの遠征の道具チェックしていきましょうか。はい、ではみんなの部屋に突撃訪問していきましょう。どうしようかな。もう撮ってよ。ちょっと今回ちょっと真面目に行こうかな。大阪桃次郎背番号12番向永翼です。僕が遠征の時に、まあ、最近ですね、持参してるものはまず真面目なものから行かせてもらうと、こういうオイル道具ですね。こういうここにオイル道具とか、まあ、結構入ってるんですけど、これで、まあ、自分のグローブ磨いたり、まあ、サンタ君のグローブ磨いたりっていう風な、まあ、真面目な部分はこちらで、自分のケア用品はこちら。ちょっとモザイクかかっちゃうかもしれないんですけど、まあ、このこういうなんかちょっと怪しい音が鳴るやつで、まあ、これで結構、まあ、指のケアとか、まあまあ、この辺のギアとか、まあさせてもらうようにしてます。以上です。大阪桃次郎、背番号52番、宗雄です。僕の秘密アイテムは、AirPods モドキです。モドキな？これ AirPods じゃないよ。そうなん？ぽいだろ？で、これのポイントは、AirPods って3万いくらかするじゃないですか。僕一回買ったことあるんですけど、壊れたらもう終わりじゃないですか。でもこれ、ビレッジヴァンガードで2000円。で、ちゃんとこう、次の曲飛ばせるし、止めれるし、充電も結構持つんで、多分、AirPods よりもいいんじゃないかなと思って、コスパ。だから僕は絶対毎回、試合前音楽聴くんで、これが必須道具で。はい、僕はこれです。ノイズキャンセルついた。うん。え？そう。ノイキャンはついてない。俺も壊れたらそれにしよう。何もなりません。何もなりません。なりません。ありません。いや、マジで何もない。前回と一緒のやつでもいいやん。いや、忘れてきたんですか。そうやね。僕が遠征で持ってきてるものは、栃木国体の選手、スタッフの名札。名札？栃木国体で岡山に負けて悔しい思いしたんで、いつも持ち歩いてます。あと、遠征で一番大事なのはこの、何やってイヤホン。いや、こっち。これやっぱり、ね、部屋でね、しっかり動画を見たいので、試合の動画をしっかり見るんで、いつも持ってきてます。以上です。そして腹やば。小原浩太です。持ってきてるものはイヤホンです。まあそうですね、僕はもう部屋に帰ってくると音楽聴いたり映画見たりでリラックスするんで、このイヤホンが必需品です。ということで今から飲みに行ってきます。行きますか。行く。マジで忘れたじゃん。だからガチだ、ガチ。でもガチじゃないと。はい。ロキソニンですね。ロキソニンとイブス。足痛いんだ。なんか最近欠かせないですね。人生から切り離せないものとなりました。これで足も頑張ります。こんにちは、サンマ松本サンタです。僕が遠征に持ってきてるものは、大阪桃次郎のタオルです。すごく汗が染み込んで、いい感じに汗を吸い取ってくれます。これから応援よろしくお願いします。はい、それではこれで、僕が持ってきているのはこれです。以上。こんにちは、カイトです。僕の遠征のお供はこのバスボムです。これで部屋の風呂溜めて、こういうの入れたりして、こういうの入れたりして、リラックスしながら試合に迎えるのが日課です。こんな感じです。以上です。お願いします。行きます。うん、行くよ。いつもの友はあんま普段特にないんですけど、今日ちょっと持って入れまして、おセットします。え、半身取ってあるんですけど、ワンピース105巻持ってきました。今日は
ちょっと遠征のお供にとりあえず今から飯買いに行って飯食ってちょっと休憩したらビール置いてつまみ置いてこうやってプシュッって言ってこれ読むとこれが今回の遠征のお供です。え、もう撮ってんの？撮ってますよ。え、どうしたらいい？こんにちは、マネージャーのななです。遠征の時に持ってきてるのを紹介します。まずこれが日焼けセットになります。え、長すぎる。日焼けセット、日焼け止めセットえ、ちょっとカットしてるな。サングラスに、あとは帽子です。帽子と、これが私のお気に入りの手袋です。あとは日傘です。これで日焼けをしないようにいつも頑張ってます。はい、以上です。私の必需品、日焼け止めです。もう一度も40になって鼻が荒れてちゃんと紫外線守ってます。これも使ってます。トルク、よろしくお願いします。前回と同じ服や。はい、こんにちは。背番号55番、須藤優斗でございます。よろしくお願いいたします。遠征に持ってきているもの、最近3ヶ月ぐらい前に購入しました、マッサージ機ですね。まあ、実物がこちらなんですけど、まあ、これ、ある有名なトレーナーさんに教えてもらいまして、まあ、岡山さんという方なんですけど、まあ、ちょっと購入したんですけどね、これめちゃくちゃいいですよ、皆さん。購入先は頑張って探してみてください。ね、でも何がいいかっていうと、この振動がね、すごいんです。ちょっと見て、聞いてください。ああ、わかります。で、これはマッサージ機なので、まあ、体をほぐしていくんですけど、まあ、私が普段どこをほぐしているかっていうのを、やっぱ他の方とちょっと違う使い方をしているので、まあ、そこを皆さんに紹介できればなと思ってます。やっぱりアスリート、まあ、スポーツやってる皆さんは、怪我も、ね、防止してほしいので、これで疲れ取ってください。でもどこに使うかっていうところ、まあ、もうすぐ紹介しちゃいますけど、腕違います、肩違います、足違います。ここはい、俺の紹介するやつはこれ。何やと思いますか、編集長？それもう一回見せて。ちょっと塩コショウ、砂糖だよ。砂糖、塩コショウじゃなくて、化粧水、クレンジングヘアオイルの持ってくるのがめんどいから詰め替え用というか、これにまとめてるっていう。相手のシンデレラフィットなんそれ。え？相手のシンデレラフィットさせたん。なんて、なんシンデレラフィットどういうこと？カット。あ、そういうこと。いや、違うっすよ、これ。これで売ってるんですよ。あ、それで売ったの。そう、トラベルボトル。どこで売ってると思いますか、文太くん。100均の冷凍。なんで当てるねんなんで当てんねん。まあこれね、荷物減るんで、みんな旅行行くときとかにおすすめなんと、あとはやっぱ一日外おるから、そんな日はフェイスパック、これで肌に潤いを与えます。そんな感じですかね。終わり。こんにちは。僕が遠征の時持ってきてるもの、こちら。ただのボールと思ったでしょ。イーストンのボールなんですよ。これ実は昨シーズン引退した松田光選手からもらったボールなんで、常にカバンの中に入れてお守り代わりにしてます。ニュージーでもらったって言ってましたね。もらった、グローブなんか入ってたって。ある程度パクってね松田さんパクってる説のボールらしいです。返してください。いや、僕大事に持ってきます背番号27番、中村翔です。僕が遠征に持って行ってるものはこの香水、マルジェラの香水です。めっちゃいい匂いなんで、こうやってやってこんな感じでリラックスして寝て、いい朝を迎えれるようにしています。以上です。背番号23、白尾文太です。僕が遠征で必ず持ってきてるのはこの子供のエコー写真です。なぜかというと、4月に子供が生まれるんで、自覚と責任をちょっと自分の中で遠征に来させてもらっているっていう感謝の気持ちを忘れないように持ってきてます。以上です。背番号8番、山地です。僕が遠征に持ってきているものは MacBook です。と、まあこのカメラとか、この充電したりとか
まあ仕事と兼用で使わせていただいてるんですけど、試合ね、録画したらパソコンに取り込んで、まあ、こっちをまた消して、まあ、メモリーカードいっぱいなんだけど、まあ、消して、まあ、その繰り返しですね、編集して繰り返しの作業になるんで、まあ、大体そうですね、まあ、試合終わって帰ってきて、まあ、風呂入って、まあ、こうやって撮影するときは撮影して、そこからまあ取り込んで、まあ、編集してってなったら、まあ、大体まあ朝の3時ぐらい、そっからまあ自分の、ね、夜飯とか食って、まあ、朝の5時ぐらいに、まあ、やっとベッド入って、まあ、大体なんか早かったら6時とかなんで、まあ、5時に寝て5時15分に起きて髪とか、まあ、洗ってセットして日焼け止めとか塗って6時に出るっていう感じですね。なんで、まあ、1日目は元気なんですけど、2日目15分しか寝てないんでほぼオールですよね。まあ、最近キャッチャーしながら多分寝てる時多いと思うんですけど、頑張ります。これからも以上です。もう回ってんの？回ってます。ドラえもんどうしたん？ねえ、ドラえもんどうしたん？の、こう伸びって書いてある。まあ、入る？遠征にのび太くん連れてきたっけ？いや、今日ドラえもん不在やねん。俺の相方な。相方？そうやねん。この人ドラえもんなんやけど、俺の相方不在やねん。3月3日からドラえもんのび太と空のユートピアが公開されました。それの主題歌NiziUが歌ってます。以上。トレーナーの岡山です。僕が遠征時に欠かさず持ってくるものはこちらです。何ですか、これは。これ型の予備ですね。型の予備ですね。これ左肩なんですけど、山内選手がね、あの左肩ちょっと緩くて脱臼癖があるんですよ。なので、あの抜けてしまった時にもうこの新しい肩に変えたろうかなと思ってます。で、まあこれ左なんで、この右肩はね、あのこの間南村選手が右肩痛いって言ってたんで、あのもう新しいやつに変えておきました。今めちゃくちゃ投げれます。はい、ここからは以上です。アンパンマンみたいに簡単じゃないですよ。いや、まあでもいけ、これ肩甲骨やね。肩甲骨、鎖骨、上腕骨がセットになってるんで、もうなんか今度明日とか外れたらもうその場で変えたろうかなと思ってます。ありがとうございます。